こんにちは。朝5時です。曇っていますね。今日の朝の気温は14度、動かないとちょっと寒いです。まずはブルーベリーからです。鳥との競争になりますね。鳥より先に取ります。ブルーベリーは一度に熟さないんですね。1本枯れてここには3本、ハイブッシュ系のブルーベリーの木が植えてあります。品種は3本とも別なはずなんですが、もう記憶にありません。今日もしつこく源平下野です。鎌倉殿の13人を見てから余計になんかこの木に執着があります。ルイジアナアイリスまだ咲いていましたが、花びらが雨に弱いんですね。ヒューケラブラックベリージャム、それからヒペリカムですね。今日はちょっと綺麗に咲いている気がします。斑入りの花勝負、ここのお花は最近咲き始めたものです。花勝負はまだ咲きませんね。野花勝負は花勝負の原種なので丈夫ですね。株分けでよく育ちます。旗竿桔梗、これも随分たくさん増えてたくさん抜きました。エキナセア、真っ赤な花なんですけどもね、勝手に交配したものです。宿根フロックス、そしてこっちにもまた旗竿桔梗があります。また斑入りの花勝負、そしてアルストロメリアサマースノーです。隣のパイナップルリリーも元気ですね。エリンジウムビッグブルー、だいぶ青くなりましたが、若いうちはグリーンですね。グリーンのうちはトゲもそんなに痛くないと思います。ユースネです。だいぶごちゃごちゃしてるんですが、終わった花がついていました。丸の中見えるでしょうか。小さな花雲です。古い花を摘むと綺麗ですね。そしてまたまた花雲いましたね。ヘメロカリスステラデオロです。テカリダケキリンソウも見えました。またまた斑入りの花勝負、そしてアカンサスモリスです。アカンサスモリスの花、もっとぐーっと伸びてくるかと思ったんですけどもね、本当に不思議な形、そして色の花です。アナベルです。アナベルはあまり背が高くならないように、株が大きくならないようにした方がいいと思います。辛い塗装です。こんなに毎日辛い塗装を撮影してる人はいないんじゃないでしょうか。ピンクのアナベルです。ピンクのアナベル、初めの頃は株分けできなかったんですけども、今は分けられます。カルビネアマジェスティックバーガンディ、だんだん咲いてきていますね。マジェスティックライトピンクの方も咲いてきました。もうちょっと日が当たってほしいと思います。リーガルリリーはもうすぐ開花です。ジャパーニュミカコ、綺麗な色ですね。たくさん咲いてきます。10時半です。さっきよりは明るくなりましたが曇っています。咲いたかなと思ったんですが、リーガルリリーまだこんな感じです。キジバトの声が聞こえてきてますね。白っぽいホタル袋、そしてゲラニウムロザンネです。キジバトのメスがやってきて、なんか庭でイチャついています。この赤っぽいホタル袋、最近咲き始めました。ヤグルマギクにコハナバチの仲間だと思うんですが、小さくて可愛い蜂が来ています。こっちのヒペリカムも可愛いですね。魚竜ロゼア、天気が悪いですね。丸尾です。ここからは10倍速で見ていただきましょう。この袋の中のカリカリを取ろうとしてるんですが、なかなか用心深いですね。今日はこの辺でバイバイニャン。